復活のアローズ V2 プラス5万円台で買える全部入りスマートフォンとしてこれで十分という方は多いはずです。はい、ズキです。スマートフォンアローズが復活しました。え、なくなっちゃってたの？とその経緯をご存じない方のためにさらっとおさらいしておくと、スマートフォンアローズのメーカーといえば富士通。その富士通から携帯部門が2016年に富士通コネクテッドテクノロジーズとして分社化、さらに2021年には富士通との資本関係が完全に解消され、略称だった FCNT をそのまま社名にして独り立ちしていました。メイドインジャパンを前面に出し、ラクラクスマホやアローズウィーなどの名義を世に出しましたが、2023年2月にドコモから発売したアローズ N を最後に FCNT はその3ヶ月後、民事再生法の適用を申請していました。ここでアローズが一旦消えてしまったわけですね。やはり格安スマホだけでは儲からない、経営が成り立たないということが如実になったわけですが、その FCNT 最後のスマホアローズ N をめぐって、私が思いの丈をメーカー担当者様にぶつけた動画もアップしていますので、ぜひ合わせてご視聴ください。ただ捨てる神あれば拾う神あり、民事再生申請から4ヶ月後の同年9月にはパソコン大手の中国レノボグループが出資を決定し、 FCNT 合同会社として再スタートを切りました。レノボといえばその子会社としてモトローラーが存在し、日本市場への参入、端末投入も超積極的ですので、このあたりのシナジー効果を狙ったのかもしれません。とにもかくにも民事再生から約1年3ヶ月の時を経て新アローズが世に出ることになりました。めでたい。今回新生アローズとして発売されたのは2モデルで、ライトユーザー向けアローズ Wii の正統後継モデルアローズ Wii2 と、ミッドレンジユーザー向けどちらかというとアローズ N の後継機種とも言えるアローズ Wii2 プラスです。まあ世の中やはり物を言うのは資本力だなという気もしますが、そのミッドレンジ向けアローズ Wii2 プラスを FCNT 合同会社様よりご提供いただいていますので、どんなスマートフォンなのかチェックしていきたいと思います。まず端末の概要を掴んでおくと、キャッチコピーはこれさえあれば何もいらないとどこかで聞いたことのあるフレーズですが、新モデルに対する自信のほどが伺えます。その最大の特徴ともいえるのがヘルスケア機能で、背面に搭載したセンサーにより世界初自律神経が計測でき、その日の自分のコンディションが把握できます。そしてアローズといえばタフネスも忘れていません。ミル規格23項目に準拠した防塵防水耐衝撃性能で、ハードな使用にも耐えてくれるほか、代名詞ともいえるハンドソープの丸洗いにももちろん対応しています。バッテリーはアローズ史上最大の 5000mAh を搭載し、電池の劣化を防ぐ独自技術により4年後も容量 80% を維持。また操作中は充電せず、端末本体に直接電力を供給するダイレクト給電にも対応しています。基本性能面では心臓部となるチップセットにスナップドラゴン 7S Gen 2を搭載、ラム容量は 8GB と 12GB の2バリエーションが用意され、ストレージは 256GB の大容量、マイクロ SD カードスロットを備えているので 1TB の拡張も可能です。もちろんフェリがお財布携帯にも対応し、イヤホンジャックも備え、スピーカーはステレオと真の全部入りスマホといえます。アウトカメラは約5010万画素のメイン OIS 対応広角カメラと、約800万画素の超広角カメラというデュアル仕様で、クワッドピクセル技術により低照度化、夜の撮影も細部まで鮮やかに表現します。またこれまで同様 Photoshop Express モードも搭載しています。ディスプレイは大画面、約 6.6 インチの有機 EL ディスプレイで、解像度は 2400×1080 ドットのフル HD プラス、リフレッシュレートは最大 144Hz に対応しています。アップデート保証は OS が最大3回、セキュリティが最大4年と、少なくとも4年は問題なく使える安心仕様です。特別な機能としてアローズの失われたアークこと X ライダーも復活し、電源ボタン兼用指紋センサーを操ることで親指一つで画面をスクロール操作することができますと、まさに全部入りといった感じですが、でもお高いんでしょうということで、端末価格をチェックすると、 SIM フリーオープンマーケットモデルが Amazon では6万円を切った59,800円、ミッドレンジキングピクセル 8A がストレージ 128GB で直販価格 72,600 円なので、
かなり割安感があります。さらに俺たちのミオこと MVNO の IIJ ミオでは IIJ 限定の RAM 12GB モデルが通常価格 54,800円と一般モデルよりもお安くなっていて、さらに MNP すると 36,800円になる大特価となっています。キャリアとしてはドコモと楽天モバイルが取り扱いしていて、ドコモでは一括総額 62,150円、残価設定取引返却プログラムを使うと実質負担額は 41,030円になります。楽天モバイルでは端末価格5万円を切った 49,900円でポイントバックが適用できる方は実質 37,900円になり、さらに予約購入で 2,500 ポイントバックとなるキャンペーンを実施中です。ポイントバックとはいえ楽天モバイルもなかなか魅力的な価格設定ですが、発売がかなり先の10月15日というのがちょっと残念な気がします。個人的なおすすめはやはりラムが増量された SIM フリーの IIJ ミオ版です。気になる方は動画説明欄リンクをチェックしてください。と概要と価格をつかんだところで、このスマートフォンがその歌い文句通りなのかどうか実機をチェックしていきたいと思います。なかなかモダンなパッケージで、裏にはしっかり SDGs も意識されています。底面を押し込んでアローズ V2 プラス開封きました。本体をどかすとクイックスタートガイド、型番は M06 SIM フリーオープンマーケットモデルです。箱の下には注意書き以外特にありませんので、同梱品は基本本体のみということになります。本体を見ていくと、はい、非常にシンプルなデザインです。高級感はあまり感じません。こちらが自律神経を計測するセンサーです。アローズのロゴにフェリカ、お財布携帯はこの位置。ミッドレンジモデルとして一般的なサイズなので持ちにくかったり大きすぎるということはありません。アローズウィーと比較するとこういった違いとなります。ラウンドした背面形状は割と似ていますが、カメラデザインなど大きく変更されています。側面ボタン類を見ていくと、電源ボタン兼用指紋センサーにボリュームキー、アローズウィーの背面指紋センサーから電源ボタン兼用に変わったためか、ボリュームキーと電源ボタンの位置はいわゆる一般的な Android スマートフォンの位置に変更されています。この状態でパッと持った時ちょうどいい位置、電源ボタンに親指がかかる印象です。ボリュームキーの上にマイク穴、上部にもマイク穴、左側面上部に SIM スロット、 SIM トレイは爪で引っ掛けて取り出せるタイプです。ナノ SIM トレイが1枚に別途 eSIM とのデュアル SIM 構築が可能です。 SIM トレイの裏はマイクロ SD カードトレイです。対応する通信帯域は表記の通りで、ドコモの 5G N79 や 4G LTE バンド21に対応するなどフルバンド対応となっています。底面にスピーカー、 USB Type-C ポート、マイク穴、そしてイヤホンジャックです。ディスプレイはフラット。では電源オン。初期設定をやっていきます。 Google サービスの確認、暗証番号を入力。画面ロックの方法は3種類です。指紋認証、ファストフィンガーランチャーの設定。まず親指を設定します。指紋の登録は割としっかりめです。続いてファストフィンガーランチャーとして様々なアプリが登録できます。ダイレクトモードとランチャーモードが選択可能です。ホーム画面はアローズホームとシンプルホームが選択できます。自分体設定、各種測定のための情報を入力します。失われたアーク X ライダーの設定、電源キーを使って操作します。 X ライダーの起動、スクロール、ズーム、練習することができます。はい、初期設定終わりました。ディスプレイ起動を確認すると、今7割ぐらいでしょうか、最大にすると、はい、かなり明るくなりました。ディスプレイをダークモードにしてストレージを確認すると、 256GB 中 22GB 使用中、うちシステムがそのほとんどを使用しています。プリインストールアプリは Google のアプリ、 Arrows のオリジナルアプリ、そしてツールとほとんど余計なアプリは入っていません。なお、インターネットにつなげ Google アカウントでログインしたところ、一
ストレージ状況はこのように変化しました。ディスプレイは割と上下のベゼルが太い印象です。リフレッシュレートは 60Hz か 144Hz の2択になっています。 UI について時期的15項目でチェックするとホーム画面のレイアウト変更、アプリのサイズ変更などができないなど、もう少し自由度があるといいのになと感じます。ただアローズおすすめ機能に力が入っていて、文字を見やすく ATOC が採用されていたり、初期設定で確認した X ライダーやファストフィンガーランチャー、メモリクリーナーなどスマートフォンを便利に使える様々な機能が搭載されています。では自律神経測定機能を使ってみます。測定する、はい、自律神経パワーは45歳ということで年相応と言っていいかもしれません。なお体調の悪い時に計測したところ、こんな数値が出ていました。バランスは9対91です。さまざまなアドバイスや続けることで分析ができるようになります。指紋認証については、いちいちファストフィンガーが起動してしまうので一旦削除します。今一度。なおスクリーンオフになってしばらく経過すると、ワンタッチワンタップしても指紋認証は反応しなくなります。この場合押し込んで解除する形です。では基本性能についてベンチマークアプリでスコアを計測してみます。まずはアンツツベンチマークから。はい、結果が出ました。トータルスコア60万オーバーということで、5万円台のスマホと考えればまずまずのスコアだと思います。 CPU、GPU、メモリ、そして UX、 各スコアはこのようになっています。温度上昇はある程度抑えられています。 Geekbench 6でも計測してみました。 CPU スコア、シングルコアスコアは Galaxy S21FE や Galaxy A54 と同等レベルとなっています。GPU、OpenCL スコア、GPU、バルカンスコア、GPU 性能はかなり低く感じます。続いて、電池持ちを PC マークを使って計測したところ、駆動時間は8時間24分と、こちらはリフレッシュレート 144Hz、ほぼ貼り付きだったことを考えると、まずまずの持ち時間と言っていいと思います。実際に使っていて、めちゃくちゃ良いとは感じませんでしたが、悪いとも感じませんでした。普通にストレスなく使える水準と言っていいと思います。続いてカメラを検証します。各種 AI 認識、スーパーナイトショット、フォトショップエクスプレスモードなど確認ができます。写真としてマクロ、広角、2倍ズーム、ビデオモードも同じように画角変更できます。ただフル HD 30fps でも撮影中の広角切り替えはできません。テーブル補正については 60fps 設定時には利用できないとあります。モード切り替えでマニュアル操作することができます。それでは簡単ですが撮影してきましたのでご覧ください。どうぞ。
ローズ V2 プラス 1080p60fps スタート。ローズ V2 プラス 1080p30fps スタート。ローズ V2 プラス 4K30fps。 スピーカーをチェックします。このあたりモトローラっぽい気がしますが、どうでしょうか。はい、ということでアローズ V2 プラス開封後1ヶ月ほど使わせていただきました。エントリーモデル、ライトユーザー向けスマートフォンだと物足りない、ただハイエンドスマートフォンは手に余るという方、機能として普段使い全部入りでありつつ端末価格は5万円程度に抑えたいという方はかなりいらっしゃると思いますが、そういった層にめちゃくちゃ刺さるスマートフォンだと感じました。これで十分と感じる方は多いはずです。あえて使って感じた難点をお伝えしておくと、スナップドラゴン7シリーズながらチップセット性能は思ったより弱く、使っていてもっさり感じる部分が多かったのと、カメラ性能ですね。解像感や食事モードやナイトモード、ビデオ撮影モードなど他のミッドレンジモデルと比べるとやや負けていると感じる部分もありましたので、このあたりのブラッシュアップを期待したいところです。ということで次回以降、資本は海外でも心はメイドインジャパン、アクオスセンス8やエクスペリア10マーク6とも比較していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。